オッケー、こんにちはこんにちは。画面がちょっとね、明るくしなきゃ、暗くなって、こんにちは。今日はお昼、久しぶりにお昼の配信です。お昼はいつもはあんまりやらないんで、久しぶりサンドイッチ食べたの、お昼ご飯に。なんかママがお昼ご飯てか弟のお弁当を作っている時に朝作るんですけど、それのついでに作っておいてくれました。美味しかったでもさ、なんかさ、私ダイエットしてるみたいな感じでさ言ってたけどさ、サンドイッチ食べてる時点であんまりダイエットしてない。でも量はちゃんと少ないですよ。サンドイッチだから、3つあったけど、3切れあったけど2切れにした。あんま変わんない。あとね、耳もねちゃんと残して食べてる。耳はママが好きだからママにあげる。お昼はオニオンスープをいただきました。おしゃれ、いいね、美味しそう。サンドイッチは卵サンド派です。卵サンド分かるかも。でも私はなんだろう、その時による。でも私はキャベツとトマトが入ってればいいかもしれない。なんでも、なんかこっちの目すごい今日変なんで、いつもこの二重なんだけど、なんかほら、なんか分かれてショック。ツナサンド、ツナサンド食べたことない。ツナ卵サンドは萌香ちゃんが好きだった。確かに好きだよね、萌香卵サンド懐かしい。卵サンドでさ、なんか萌香がさ卵サンドのとこだけ食べてさ、なんかさ、みんなが誰かがさ、その卵サンドだけ食べた人誰みたいな言ってさ、萌香がさあみたいな顔して、懐かしい結構でもお昼でも見てくれてますね、皆さん。嬉しい。なんか全然来れないかなと思って、とりあえず今日はなんかおまけの配信かなとか思ったんです。よかった。みなちゃんがつけてたオペラのリップ可愛かったから買ったよ。あれめっちゃいいです。今日もつけてた。さっき上からちょっと足しちゃったけど、ご飯食べたから。めっちゃ良かった。めっちゃいいよね、あれすごい好き。お昼だからこそ見れた。あ、ほんと逆にね、お昼休みだからってことかな。あ、よかった。ちょうどいい時間。TikTok の再生回数は何回ぐらいなの。わかんない。ちょっと待ってね、今充電してたんだけど、携帯をちょっと外して。どんぐらいなんだろう TikTok ね。すごい、なんか昨日上げたやつすごい、なんか再生回数バカげてたバカげてますよ。なんか今 35.6K ってことは、ってことは35,600回ぐらいってことかな。すごい。初めてじゃない、こんなにたくさん見てくれてね、嬉しいな。明日はいよいよアルビレックス新潟ホーム開幕戦です。そう、知ってるの。明日だっけ、明後日じゃなかったっけ、明日だっけ、5日だった気がしたんだけど、明日か
明日ですか。私も見ますね。今年すごい応援してます。毎年だけど応援させていただきます。楽しみ。お、七夕のギフトすごい、ちゃんと絡むありがとうございます。嬉しい。七夕、もう七夕のね。でも七夕に私ね、絶対にあげたいっていうね写真があって七夕にあげようと思ってた写真があって、それ楽しみにしてる。いや別にそんな普通の写真なんですけど、あることね、お揃いの衣装を着た写真をみんなにお披露目しますあと4日か七夕。ちょっと楽しみにしてて。でも分かる人はもう分かるかも。でも、あ、待って、こんなとこに卵サンドついてんだけど、ちょっと待って、信じられない。ちょっと配信終わってからでいいや今日そう、最近買った、まだ一回も着てないお洋服の、どこだっけ、ここら辺、ほらやっぱり、なんかこぼしたなと思ったんでこのね、可愛いんだよこのワンピース。今日まだ写真載せる予定だけども、今日ねお仕事行くついでに写真撮ろうかなと、外でと思っているんですが、撮れたら撮りますインスタにあげよう。なんかインスタはなんかさ、お洋服をさ投稿するのもさ、すごいインスタメイク、お洋服、食べ物が三大投稿じゃないですか。だからなんかバランスよくいきたいなと思って、今ストーリーで結構ご飯あげてるから、でメイクはそのうちめちゃめちゃあげることになると思うから、ってなったら今お洋服を結構あげていこうかなって思って。でもお洋服はなんか参考にしてほしいっていうよりかは、自分が好きなお洋服を着たいから、好きなお洋服を着てるすごい喉だった。なんかね、そう、でもインスタ始めてからなんかお洋服の洋服とコスメの出費がやばいなんかまだまだ全然上げてない服とかもあってまだまだ全然着れてはないんだけど、そういろいろね、どん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 これあいいかもと思って、どん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 買っていっちゃうとね、なんかお洋服とねコスメのね出費がね、バカげてるバカげてるっていう言葉なんかおもろくないでもコスメはいいんだ、別に私好きだから。お洋服も好きだけど、お洋服いつもそんなに握手会なかったら、そんなにまあ買っても月に1着か2着かなぐらいだから、握手会ない時は、握手会ある時はまあいい、その握手会ある日は絶対買うから、その握手会分は買ってるんだけど、うん、大体ね、そうだからね、ちょっとコスメにかける出費を抑えていこうかなってなんか勝手にね、なんかコロナだから、そうコロナだし、まあ、これからねどうやってそうコスメとか買えなくなったら嫌だから、とだから節約していこうと思って
そうそうなの。でも今までも別に節約してないわけじゃない、ちゃんと節約してるけども、貯金も大事だよね、ちゃんとしてるけども。そうだね。でも私はなんかずっと3年前ぐらいまでは、すごいね、痩せたくて、もうめちゃめちゃ痩せ、なんか本当にストレスでめちゃ太ったんです。今の体重から、現時点の今日の体重から、まあ6キロぐらいは太ってたの、5キロか6キロぐらいは太ってて、でそれで、そう2、3、4年ぐらい前かな、そう、それでね、だから痩せなきゃと思って、そう、それでエステに行ったのね、あのなんか紹介してもらったそのエステに詳しい先輩から紹介してもらって、あ、ここすごいダイエットにいいよっていう感じで紹介してもらったエステに行ってて、なんかそのエステにすごい行って、もちろんすごく見た目も良くなったんですけど、それを続けていくとやっぱり私にはまだ全然そんな、それにかける出費はちょっと私にはちょっと大きすぎるなと思ってやめたんですよ。そう、やめたらなんか、やめたらなんか痩せたいや、一定の時はもちろん体重落ちたよ、その時はね、見た目もなんか細くっていうか、まあ、太いけど、まあ前よりかはちゃんと痩せて見えるようになったんだけど、それやめてからすごいシュインと一気に3キロぐらい落ちて、2、3キロぐらい落ちて、あ、いい感じと思ったらまた2、3キロぐらい、最近はすごいスンと落ちて、そう、最近どうしたっていうか、体重計壊れてんのかなってぐらいさ、別に普通に食べてんだけどさ、なんか太んなくなったんだよね。まあでもすごい今も別に痩せてるわけじゃないんだよ、そんな人に比べたら全然違うんだけど、そうなの。だから、あ、このなんか基本的に朝起きて、朝ご飯食べるとしたらフルーツで、お昼はまあ和食を中心に、だからご飯行くとしてもさ、なんか定食とか野菜炒めとか、あとお寿司をよく食べます。お寿司ってさ、自分のさ好きな量だけ食べれるじゃん、だから誰かと言っても、だからお寿司を、ママとご飯行くときはいつもお寿司、割と寿司を食べて、で夜にちゃんとお家でちゃんと栄養の取れた野菜いっぱい取ったおかずもちゃんとある、でご飯は本当に、まああんまりご飯量食べないけど、まあちゃんとご飯も食べるみたいな、そういう生活をしていたら、なんかなんとなく健康になった気がして、そうなので、私のファンの方、あるファンの方がなんか、そうなんだよね、言ってくれたことがあって、なんかみなみちゃんと一緒のものを食べていたら、なんかお揃いにし始めたら体重が3キロ痩せましたみたいな、去年の健康診断から3キロ痩せましたみたいな感じでいいことだなと思って、すごい嬉しいなと思ってみんなが健康になれるらしいですよ、よかったそういうのとかね、あとなんかすごい、なんか握手会とかで、なんか急に、めっちゃ痩せたねっていう、大丈夫っていう感じで、もう本当になんか私に会うためにダイエットしたとかいう方とか、あと健康にと思ってダイエットしてるんだみたいな感じで、すごい目に見えるダイエットで健康的になられてる方とかもいて、あ、すごいなと、私も頑張ろうと思って、そう、すごいなと思って、いいなと思って、いいよね。でもそうなんだよね、私が目指してるのはなんかすっごい細いっていうよりかは、しっかりとなんか、なんだろう、
ある程度なんて言うんだろう、筋肉とお肉もある、なんて言うの、まあ体型むずい、そんなにガリガリ、そう細いっていうよりかは、なんか私は細いとなんだろう、元気がなくなっちゃうから、自分の中でなんかすごい元気なくなっちゃうのよこうやって喋ることもできないわけ、ちゃんとなんだろう、楽しくね、楽しく お話とかもできなくなっちゃうくらいだから、私に合うのは、まあ、ある程度、まあ、こんぐらいかなみたいな、自分に合うさ健康、一番健康な標準っていうのはあるよね。そう、元から本当に細い子は本当に羨ましいなって思う。そう、どんだけ食べても細いよって子もいるじゃないですか。そういう子はね、そうスタイル良いなっていいなって思うけど、なんかねベスト体重って自分なんかあるじゃないですか、そのなんこの身長の人はこの体重がベスト体重ですよみたいな、そういうのをあんまり当てにしないで、自分がどの体重のぐらいだったら、どんぐらいだったらみんなと楽しくこうお話できたり活動できたり、自分の中でコンディションが一番整うかみたいなところを自分で見つけるのも大事かなと思っていますそうなんです。なんか私はね、まあ痩せすぎない方が健康的でコンディションがいいのかなと思う、だから今が一番いいのかなとは思います。まあ中にはね、もうちょっと痩せた方がいいよとか言われる方もいるけども、まあそれはそれもそうなんですけども、まあ許してよってそういう感じなんですけどね。でも私はいつもお風呂上がって、お風呂上がったらあのなんだろう、シャツとかを着てパジャマを着る前に、全身の鏡に、玄関にある全身の鏡の前に行ってなんか見て、あーなんか足なんか太ったなとか痩せたなとか、あーなんかこういう感じかみたいな、毎日なんかそれ見てからパジャマを取りに行ってパジャマを着るみたいな感じですねちゃんと玄関まで行くんで偉いでしょそう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 なんですよ。え、なんかそれはね、なんかね勝手に言ってるの、自分で別に意識してるわけじゃなくて、勝手になんか風呂上がったらね勝手にそこにねついてるんです。裸ではないですよ、ちゃんと着てますよ、シャツまで着てから。そう、人が来たらまあ来ないですけどね、お父さん引かないか、え全然なんとも思ってないと思うそれで気になるとこはマッサージ、ね最近はもうマッサージもしない、なんだろう、日常的になんかこう足がむくんでるなとかだったら、こう座ってる間とかもこうやってなんかズボを押したりとかしてるから、なんかそれが癖になってるから、なんかしっかりマッサージとかはあんまりしなくなっちゃった。まあした方がいいんだろうけど、そうだよね最近なんかズボラなんですよね、特にそう何もしないんですよ。なんだろう、なんか動くこと、筋肉を動かすことはなかなか、公園やってないからなかなかなくなっちゃったから、そうなんだろう、あんまり歩き疲れるぐらいしかないんだよね、疲れること、なんかヒールを履いて撮影で疲れるとかそういう感じで。そう、筋トレとかもね、なんかそう、あのなんか妹になんかみんなが、そうみんながやってるおすすめの筋トレの動画、 YouTube のみんなこれ見てるみたいなやつがあって、なんだっけなんだっけ、
ひなチャンネルだっけ、なんだっけ、あれなんだっけ、そう、妹大学2年になりました。2年です。すごい妹はね優秀なんですよね、頭よくて。あれどっか行っちゃった確かひなチャンネルだったと思います。そう、ひなチャンネルさんです。それは結構みんな見てるらしい。だから私もそう一回見て、あすごいなんか痩せそうと思って動画だけ見て寝たんですけど私もいつかやんなきゃな、ちょっと頑張ろう、ダイエットしなきゃ、ダイエットしなきゃというよりかは、まあ落ちた筋肉を取り戻さなきゃというところですかね。ちょっとだっていつから公演やってない、3月のいつ、2月のいつくらいだよね、なん2月だっけ、2月末ぐらいだっけね、あ違ったっけ3月末だっけ、あれ3月末もうやったっけ、そんなに、2月末だよね、そうだよね、2月23 2月末だから、今は7月3日だから、まあ7月として3、4、5、6、7、まあ5ヶ月、約5ヶ月私は公演をやっていないという。すごいね、なんかリハビリしないとレベルですよね。そうそう、リハビリしなきゃねまあでも着実に会える、まあでも最近はまたね感染者の数が増えたりだとかで、またちょっと大変な状況ではあるんですけど、なんとかねまた公演が再開できるようにねなりたいなと思うし、まあ、みんなの健康安全が一番だから、もちろん私たちもそうなので、まあ、一人一人が今のうちにねできることをしていって、会えた時にすごい楽しいことしようねっていう感じですね。ですね、なんかこんだけ会えてないと、なんだろう、私は顔が見えないじゃないですか、ファンの皆さんの。だからそう、文字でコメントとかで返してくれてるだけでもすごく、ああ元気かなとか、すごいなんか想像が膨らむんですよね、大丈夫かなみたいなそうだから、私の顔はこうやって配信では見れると思うけど、直接はね会えないからちょっと悲しいかなとは思うんですけど、私も同じ意見ですみんなで早く会いたいねね。えでもまあ毎年この、毎年というかまあ総選挙の時期ではあるので、6月7月は、まあ7月はないか、6月か、6月中旬ぐらいかですよね。そう、今はなんかだ、総選挙終わったら、総選挙終わってまあふうって感じですよね終わった後みんな燃え尽きた感ある感じの頃かなって感じなんですけどね。燃え尽きるよね総選挙ってね。あ、感謝祭とかやってる時期、えでも感謝祭って9月ぐらいじゃなかったっけ、そんな早かったっけ、7月だっけ、新公演の季節、確かに確かに3年目の総選挙で大躍進した理由は何ですか。3年目の総選挙で大躍進したり、あーそっか、71位から30位ってことか。大躍進した理由、
え、でもやっぱり、いや、その時は本当に、なんだろう、自分でもここで頑張んなきゃ、え、本当になんか焦ってて、ここで結果出さなきゃみたいな、本当にそういう気持ちで、なんか本当にファンの方がすっごく支えてくれて、なんかあれがなかったら多分心折れてたかもしれないし、またこうみんなに会える機会とかもちょっと減っていたのかなと思うと、すごいなんか、そう、本当にそうだね、3年目の総選挙で自分がすごく救われたっていうか、ファンの皆さんからすごく支えていただけたなってすごい思って、それからすごく何でもなんか頑張ってみようとかっていう風に思うことも多くなったのでね。なんか自分のその時推し席があって、そうそうそう、そこですごいファンの皆さんが喜んでくれてることとか、なんか NGT のファンの方がおーって盛り上がってくれてるところとかが直接見えたのがすごくそう嬉しかったですね。ねえ、懐かしい。もう3年前、え、違う、3年前、3年目だよね。え、一昨年だっけ。じゃあ2年前か。2年前か、懐かしいね。2年前ね。そうだよね、みんなでさ、なんかその席を、なんか私がお願い、なんか旗を作ってほしいっていうお願いをして。作ってくれてみんな、ね、それすごい目立っててよかった。え、待って、あと2分なんだけど本当に信じらんない、あと2分でした、びっくり。今日はこれからお仕事にして頑張ります。で、明日も多分配信できないと思うんですよね、ごめんなさい。また日を改めてまたね、残りの2日、まあそういう1週間続けるっていうことがちょっと難しい週にやってしまったっていう私のミスでした。まあでも状況が読めなかったから、本当にやるつもりはやるつもりであったんですけど、はい、みんなに会いたいっていう気持ちが伝わってたら嬉しいなと思います。またできる時にショールームするので、ぜひよろしくお願いしますねえ、ごめんね、急にこんな感じで。ということで、まああと1分というかもう時間なので、今日はちょっと早すぎたね、何を話そうかと思っていたらこんなにあっという間に時間が。ねえ、みんなお昼でお仕事とかあるかな、お仕事、まあお休みの方もいると思うんですけども、金曜日なので、まあこの配信を見てくれた方は漏れなくお仕事をこの後も頑張れちゃうよということで、頑張ってください。私も頑張っていきます、はいでは、じゃあ今日は本当にありがとうございました。お昼から見てくれて本当にありがとうございました。なんか TikTok すごい再生いってるので、もよかったらまたお仕事前に見てからお仕事取り掛かってくれても大丈夫ですはい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ、ありがとう。頑張ってね、お仕事。